オートナンバー編集業が行く。今回はボールトリップ木村ゆりさんと那覇のバスケットにまつわるおすすめのスポットを紹介します。ご存知ですか？ね、え、なんですか？あの、サンロッカーズ渋谷の山内森さんが、はい、プロデュースしてる、かわいい、はい、モーリーっていうブランドを、かわいい、あのスペースジャムっていう映画、うんうんうん、昔ジョーダンがやってた、はいはいはい、ロゴをちょっとサンプリングした、かわいいね、バルセロナのこれは渋谷では買えない。渋谷では買えないですね。沖縄だけ。沖縄で。ロッカーです、はい、はい、こちらはまたバスケショップですか？はい、ここも国際通りのど真ん中にあるバスケットボールショップです。場所が最高はい、ね、バイウェアが並んでて、かわいい、あ、オリジナルのフーディーです ね、 ね、かわいい、オリジナル商品が那覇シティ、店長のシオンさんです。こんにちは185センチ。85ですね。チュッパチャップス食べます？食べます。食べます。ありがとうございます。これ1回で抜けたら、はい、あの心が綺麗な人ってよく、そうですよね、硬いんで。さあ、シリーさんは1回で取れるかな。いただきます。どうぞ。いいっすよ。ロッカーに来れば、ロッカーに来ればチュッパチャップスみたいな。まだちょっとあるよ。カードも、はい、ショットカード。ありがとうございます。これも一応 T シャツとトレーナーにしてるんで、うん、一応ね、こんな感じで、あ、かっこいい、ジョーダンとマジック・ジョンソン。ね、あと、ね、目線がね、ノールックパスの目線になってます。かっこいい。これはね、ロッカーのね、大ベストセラー、ミリオンセラーですよねバックプリントもちゃんと、あ、おしゃれ、レジェンドって書いてる。お、あ、見て、そう、 MJ23-32 リバースしても一緒ですっていう、スピッツ、スピッツです。
スピッツ。マサムネさん。ギターの人。あのいつもサングラスしてる人。へえ。お笑い芸人に囲まれてます。へえ。あのスリムクラブの内間さん。はいはいはい。あとは2700の常さん。あとこの間 M1 に行った大井田康、大井田康小田さん。へえ。あと明奈も。へえ。ここに三角となぜかみんな活躍するっていうジンクスが。でこの間来たロッテの安田さんって方も。今年4番打ってましたよ。マジっすか。うん、若手なのに。へー。ホークス。ホークスは今宮さん。へえ。川島慶三さん。で西武の森友哉さん。おお。でヤクルト。山川穂高選手は来てない。ああ来てない。なんか意外とその身近な人って、うん、繋がりにくい。めっちゃ繋げてるでしょ。趣味。これはまあ元々同じ。プリント工場で働いてたこのブランドなんですよ。ああそうなんですね。EXC、まあ、結構地元のヒップホップやってる人とかが来てるんで、沖縄沖縄の、やっぱほら例えばバスケとヒップホップはねアメリカでは表裏一体みたいな言われてるじゃないですか、まあ、そんな感じで捉えてもいいんじゃないのかな。じゃあシオンさんありがとうございます。井上さんのサインも一応。おお井上先生のね、ロッカーさんへ当たってくださいみたいな。結構あれですね、お客さんにもらったりとか、このオールスター熊本ももらってるし、これもすごいな。これもそうだね、ライジング福岡の前座試合でもらったやつ。あとは田畑さんのやつが多いのかな。あ、でもこれもいいな。最終の緑すごいですよ。よかったやってた。アジアズのおそばです。美味しそう。なんかスープと悩んだんですけど、沖縄そばの方に来ました、はい、沖縄そばはソースそばとは何が違うんですか。これがアジアズの沖縄そば、はい、いただきます。はい、麺がいっぱい入ってます。ちょっと辛めです。あっさりお出汁ですよね。あっさりお出汁。やっぱりうちのそばは。おいしそう。お肉柔らかくてホロホロです。じゃあ上原店長、はい、こんにちは。こんにちは。あ、沖縄県那覇市にある、はい、沖縄そばアジャズです。はい。よろしくお願いします、はい、店長もバスケ好きと、はい、好きですね、いうことなので内地のバスケットボールファンも皆さんアジャズに来てください。はい、バスケ見た後はアジャズによろしくお願いします、はい、ありがとうございます。嬉しかったです。ごちそうさまでした。まあ、地元の人が来るあの那覇のアジャってとこにあるお蕎麦屋さんアジャズです。めっちゃ来てほしい。そうね、ユタジャズのね。地元の人が本当に美味しいって思うお店ですからね。そうですね。めっちゃ美味しかった。はい。首里城にやってきました。ね、もうね、あの火事の映像を見たときはすごくショックでしたけど。はい。高校生の修学旅行で来て、はい。沖縄の番組のロケでも。うん、はあ、思い出深い場所です。これがシュレーモンですね。はい、
結構首里大好きなんです。どんなところが好きなんですか？やっぱり歩いててなんか気持ちいいんですよね。眺めもいいので高台で、うん、高台なんだけどなんかすごい水が豊富な場所なんですよ。でね、青森もいくつか、まあ、昔は首里だけが許された場所でしたけど、うん、水が豊富でやっぱ泉が湧いてるのでなんか気がいいんですよね、うん、はい、首里を散歩するとちょっとパワーもらえます。修学旅行ですか？高校の、はいはい、多分、1日目が長市内のジャル、グランドキャッスルかな。そうそうそう、あ、じゃあ首里のすぐ近くですね。こんにちは。はい、メソレ。はい、そうですね。確かに長市街を一望できますね、はい、海も綺麗に見えるし、慶良間の方が薄くぼんやりと、ね、通り見えますね。ベニーモが上。ベニーモマンゴー。あー美味しい。ナークルのこれ毎日食べる。あー、いいですね。うん、シーサーウォーズが。かわいい、かわいいですね、 T シャツも。ジェラートさん、泣き人スイカがおすすめだそう。なんかこれは黒糖の。ウォルトリップ木村エリさん、ありがとうございました。ウォルトリップマガジンはカメラを持ってバスケを見に行く旅をしようがコンセプトのウェブマガジンです。成功させよう FIBA バスケットボールワールドカップ2023、沖縄アリーナで開催されます。アウトナンバー YouTube ではワールドカップ開催地沖縄から現地情報を発信します。よろしければチャンネル登録をお願いします。